自然公園は都市計画や農耕地から保護された領域を指す。こうした景観地は所在する自治体によって維持・管理が行われ、重要な観光資源となっている。ニューヨーク都市圏の自然公園よく似た概念に国立公園があるが、こちらは国際自然保護連合の定義による。オーストリアの自然公園2010年4月現在、47の自然公園があり、 総面積は50万ヘクタールに達する。毎年2000万人の観光客が訪れている。主な指定地は、バイトホーフェンアンデアイブス、バッハウ渓谷、ウィーンヌ森、エッツタールなど。国立公園は、ベレビト山脈など8カ所、自然公園は11カ所指定されている。ドイツの自然公園2009年3月現在、101の自然公園があり、国土の25%を占める。 主な指定地は、アルトミュールタール自然公園、ベルク王、シュバルツバルト、フィヒテイル山地、フランケンバルト、フォーゲルスベルク山地など、南チロールには、サレンティーノなど8つの自然公園があり、いずれも国立公園に指定されている。スイス国立公園の景観スイスの自然公園は、ファプンチが維持、管理を行っており、以下の3つに大別される。 スイス国立公園と自然体験公園は立ち入りが厳しく制限されている。ありがとうございます。